ドラッグ・オンド・ドラグーンに封印のくれない背徳の黒は2005年6月16日にスクウェア・エニックスから発売されたプレイステーション2用ゲームソフト作品としては2003年に発売されたドラッグ・オンド・ドラグーンの続編にあたるが前作で複数の分岐を見せた未来の一つで A エンドを基本に B エンドの要素が加わったものとなっている前作から18年後の世界が 物語の舞台となっている。エンディングは三つ。ゲームシステムは前作のそれに部分的拡張を施しただけで、ほぼ同一である。サブタイトルの封印のくれない背徳の黒とはアンヘールとレグナのことを表している。主題歌は中島美香の一人。スクウェア・エニックスのアルティメットヒッツシリーズ三周年記念企画として再発売している。18年前、 連合軍と帝国軍との間で大きな戦争があった。そして一人の少女によって世界は崩壊への一途をたどっていた。しかし後に英雄と呼ばれるカイムとドラゴン、アンヘル、仲間たちの活躍によって世界の崩壊は防がれた。それから18年後、封印は英雄、ベルドレーにより結成された封印騎士団により守られていた。そして、 騎士団に所属する少年、農営、人々から聖女と崇められる女性、マナ。この二人の出会いにより止まっていた歯車は再び動き出すことになる。集会ごとにエンディングやラスボスが異なる。週を重ねるたびに敵が強くなるので、より良いエンディングを迎えるためには高難易度をクリアしなければならない。ありがとうございます。